中津市で高齢者を対象にしたスマートフォン教室が開かれ、特殊詐欺への注意を呼びかけました。中津市と携帯電話会社大手のソフトバンクが開き、市内に住む20人が参加しました。メールによる還付金詐欺など特殊詐欺が多様化していることから、実際に起きた事例を使いクイズ形式で防犯意識を高めました。詐欺に遭わないためにはぜひこういうのを利用するのも一つの方法かなということで非常に参考になりました。怪しいメールが来たりしたことあります？あります。それでなんで知らない人が私の番号にかけてくるんかなって。県警によりますと、今年県内で起きた特殊詐欺は先月末時点で64件で、被害額はおよそ8544万円です。中津市は少しでも怪しいと思ったら市や警察に相談してほしいと呼びかけています。